はい、えー、リッップルアタックです、えー、僕はね、えー、コーラ大好きなんで、えー、今日もコーラね飲もうと思うんですけどこれねこのサイズこれ150だと思うでしょう実はこれ,れ1.5なんですよ小さく見えるでしょうだけどこれ1.5ですはい ということで、えっ、ー、と、コーラをね、飲もうと思うんですけど、えー、まあね、日本のコーラね、高いんですよね。僕、外国に、前回も言ったかな、留学した時って、うん、コーラが、まあ、1.5、1.5はなかった、外国はなかった気がします。1.2とか、1リットルだったと思うんですけど、それが1ドルだったんですよ。99セントとかで。 やばかったですよ <laughs> 1ドルだったから驚いてもうコーラ,コーラ水よりコーラしか安いじゃんと思ってあのコーラよく飲んでたんですけどあのあの北米なんですけど北米のある地域なんですけどで飲んでたんですよ水より安いよと思って水なんかだってあの500で2ドルとか2.5ドルぐらいしたからすげえ高いじゃんみたいな。 2.5ドルって2300円するじゃんみたいなビスがコーラ1リットルで100円しす,するかしないかいじゃんってまあ為替にもよるんで <laughs> めちゃくちゃの価格じゃんみたいな思ってて思ってましたでその後なんだろうあの韓国経由して行ったんですけどで韓国でもあの韓国の,あのコカ・コーラを飲んで <laughs> コーラを飲んでこれまた。 その時僕驚いたんですけど、韓国のウォンって、あの、日本の円と、なんだろう、日本の1円が10ウォンなんですよ。その、なんだろう、10倍、10倍っていうか、イメージ的に。だから、なんか1、1万円、1万円を、あの、両替したら、十 10, 10万ウォンとかになるんですよ <laughs>。 なんか10万円になったのかなって思うぐらいになってしまうからあのビビりますよ普通に本当 <laughs> みんな気をつけてくださいあの1万円とか例えば10両替したらなんか10万ウォンとかになって10万円になったのかなと思,思ってしまうからで5万円とかだって両替したら50万ウォンになるんでしょう <laughs> なんかそれぐらいの比率だったと思います超なんかもうねあの <laughs> やばかったもうめっちゃ面白くて爆笑してました でまあねあねの韓国ね、えー、実はね日本のねあのパクリパクリが多いですよ。あのなんか最近,最近ニュースで「なんかナッツヒメ」とか言って「ナッツヒメ」とか言ってあの自分でなんかやってるんですけどあの,あの韓国なんですけど大,大韓航空なんですけどまあ韓国行くとあの。 あのナッツ出るんですよ本当にナナッッツツじゃないけどあれ <laughs> ナッツ出るし何だったかな,あのなんかのカッパエビせのパクリのお菓子とかも出るしあの面白いですからお土産には僕は買っていき行ってら買ってはないですけど超面白いですよナッツ出ますね確かにあと <laughs> カッパエビせのパクリとかね結構面白いんであの行ってみたらいいと思います まあ、韓国がなんかハブ空港になってるからあそこあ、韓国経由でいろんなとこね行けるんで、あの、すごくまあそういう意味では便利だと思います。はい。で、ちょっと僕 FFX やるんで、これからちょっとやりたいで、ちょっともう今日はこれぐらいにしときます。またね、あのトーク、トークのね、あの動画とかも見てください。ありがとうございます。